ニュースをお伝えします。偉大なキム・イソン主席の生誕105周年記念エチオピア準備委員会が14日アディスアベバで発足しました。準備委員会は3月15日から4月17日までを記念期間とし、この間に主席が貯村革命と世界の自主化偉業に尽くして成した不滅の業績を称える多彩な政治文化の催しを行うことにしました。偉大な金正日総書記の誕生日の工業墓施設を迎えて、世界が金正日総書記への深い敬慕の念を表しました。ナイジェリア復興進歩党、テル社会革命党、ベネズエラヤラクイ州立法理事会が金正日総書記に名誉全国指導者称号の証書と国際賞状、最高勲章を授けました。ナイジェリア復興進歩党全国委員長と2017年のペクトーさんの偉人賞賛の大会スイス準備委員会、スイス貯村委員会、スイス地底思想研究会は金正日総書記に贈り物を贈りました。そしてカンボジアとロシアなど多くの国と東欧中央アジア地域地底思想先軍政治研究会国際連合、貯村人民との友好連帯アフリカ地域委員会で政界など社会各界の名士からなる記念準備委員会が発足しました。また、カンボジア国王と大王妃、キム・イルソン・金正日基金理事会共同理事長、各国の諸政党団体機関各界名士が、朝鮮大使館に花籠を送りました。朝鮮の在外公館を訪れた各国の政府諸政党団体の人は、太陽のように明るく微笑む偉大なキム・イルソン主席とキム・ジョンイル総書記の写真、共にいる不正室の偉人たちを描いた美術作品に献花し、敬意を表しました。世界の至るところで、キム・ジョンイル化展示会など多彩なイベントが数百回にわたって催されました。さらに、チュチェ思想について、偉大なキム・イルソン・キム・ジョンイル同士の党の偉業は必勝不敗であるなど、金正日総書記と敬愛する最高指導者金正恩元帥の普及の著作が各国で出版され、2月16日の工業墓施設を前後に多くの国のマスコミが総書記の聖なる革命歴史を広く紹介しました。21日敬愛する最高指導者金正恩元帥が国の統一に尽くした不屈の愛国闘士、非天候長期衆のチェ・ハジュンさんの90歳の誕生日を祝って贈り物を贈りました。チェさんは祖国解放戦争の時、人民軍に入隊して戦争の勝利のために勇敢に戦い、その後国の統一のための闘争中敵に逮捕されましたが、36年間獄中で革命家の信念を守り通しました。21日、朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会が、朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議第13期第5回会議を、主計106年、2017年4月11日、平壌で招集することについての決定、第137号と公示を発表しました。キム・イルソン総合大学地球環境科学部で、大自然改造のための研究で成果を収めています。水力発電所の生産の合理化に役立つ裁量水管理支援システムを開発したのをはじめ、テドン川などの流域で水害を防ぎ、水資源を効率的に利用するための研究で多くの成果を収めました。政界でのサーモン養殖や人工海水製造の研究、そして海流、波、潮力資源による自然エネルギーの開発でも大きなステップを踏み出しました。この他にも、工場企業の生産、生活環境の現代化、情報化に励んで、成果を収めました。平壌で、第20回テコンドー世界選手権大会の準備が竹縄です。テコンドーの母国で3番目に催される、今大会の成功率の保障のための多彩な活動が推進されています。テコンドーの専門家と各部門の関係者からなる大会組織委員会が立ち上げられました。テコンドー殿堂の増改築工事が終盤で進められて、延べ建築面積が増え、競技場の内部と訓練場が一新され、武道総合訓練場、囲碁訓練場、レフェリー室、インタビュー室、選手の休憩室などが立派に作られました。
ユニークなデザインのシンボルマークも完成しました。13日、国連本部で国連女性の地位に関する委員会第61回会議が開かれました。第4回世界女性大会と第23回国連総会特別会議の結果履行に関する懸案討議の際、朝鮮代表が発言しました。代表は、今、敬愛する最高指導者金正恩元帥の正しい導きのもと、朝鮮の女性が社会の真の主人としての誉れと尊厳をもって、国家社会生活に積極的に参加して、社会の発展に大いに貢献していることに触れました。そして、日本政府は朝鮮占領の時、朝鮮の女性を誘拐拉致して戦場に引きずり回し、日本軍の性奴隷生活を強要した、他に例を見ない特大の反人民の犯罪に対して、未だに公式の謝罪と賠償をせずにいる。日本政府が、すべての過去の犯罪に対する法的責任を真面目に認めて謝罪し賠償することを改めて強く求める。2016年3月、国連本部で女性の地位に関する委員会第60回会議が終わって間もない4月初め、南朝鮮当局は中国の浙江省で白昼共和国の女性公民十数人を誘引拉致して南朝鮮に連行する反人民の犯罪を犯した。また2011年、南朝鮮に連れて行かれたキム・リョンギさんの帰国も引き続き妨害している。国連女性の地位に関する委員会と全ての国連加盟国が、南朝鮮当局の集団誘引拉致と強制抑留行為を乱暴な女性の人権蹂躙、反人倫の犯罪、国連憲章の違反と糾弾し、拉致された娘たちとキム・リョンギさんが直ちに祖国に送り返されるよう極力協力することを要請すると述べました。19日、南朝鮮のインターネットメディア民族日報に、アメリカと南朝鮮傀儡軍部に危険な核戦争演習の即時中止を求める内容の社説が載りました。社説は、平和保障は朝鮮民族皆の願いだ。朝鮮半島の平和保障のため必要なのは、サード配備や戦争演習でなく、米軍撤退と北とアメリカとの平和協定の締結だと述べています。17日、南朝鮮のインターネットメディア民衆の声に、アメリカは韓日慰安婦合意の履行を強要するなと題した社説が載りました。社説は、米国務長官が16日、東京での米日外交当局者会談で、旧日本軍性奴隷問題のことで、南朝鮮の現政府、さらには大統領選挙以後の新政府に対しても、粘り強く合意の履行を催促したいといったことに触れ、旧日本軍性奴隷問題の合意を再検討するのは、あくまで南朝鮮国民と政府の選択肢であって、アメリカの干渉する問題でないと主張しています。15日の CBS によりますと、南朝鮮占領米軍が、2カ所の個人軍事郵便箱を利用して数百億ウォンのヒロポンを密輸したといいます。ドイツ判定フォーラムが15日声明を出して、アメリカ南朝鮮合同演習を強く非難し、アメリカ政府が朝鮮に対するあらゆる軍事的挑発行為を即時中止することを求めました。以上でこの時間のニュースを終わります。担当はオーヨンスクでした。こちらは朝鮮の声放送です。パンモンジョムで撮った記念写真。敬愛する最高指導者金正恩元帥は無比の胆力を持つ天下一の名将です。1101年、2012年3月の初め、金正恩元帥は敵軍が目の前に陣取っているパンムンジョムを視察しました。パンムンジョムの各所を見た元帥は、会議場区域で戦闘勤務中の刑務官とも写真を撮るから早く撤退させるようにと言いました。部隊の指揮官は当惑して、現在軍人たちが戦闘勤務中だから記念写真は2回に分けて撮ったらと言いました。元帥は明るい笑みをたたえて、よく響く声で、大丈夫、最高司令官が来たのにかかってくるものはいるものか、パンムンジョムは今日
最高司令官が守ってあげるから、そんな心配はしないで、勤務に当たっている刑務官を皆連れてくるようにと言いました。太平戦の天文軍で軍人たちと共に撮った記念写真は、元帥の無比の胆力を世界に改めて誇り示し、敵対勢力を恐怖におののかせました。パンムンジョムで撮った記念写真、交代してはなしました。自主統一の実現をしっかり裏付ける先軍政治。朝鮮労働党の先軍政治は、朝鮮の自主統一をしっかり裏付けています。それは何よりも、先軍政治が国の統一の主体的勢力を強め、民族皆を固く結集させる政治だからです。国の統一の主体は朝鮮民族です。朝鮮民族皆が自主意識で武装し一つに結束を固めるとき、国の統一の主体としての使命と役割を果たすことができます。先軍政治は民族の自主意識を高め、民族団結を実現することにより、国の統一事業の主体を不罰のものにしています。朝鮮労働党の先軍政治が朝鮮の自主統一をしっかり裏付けているのは、次にこの先軍政治が徹底的な反帝自主の政治だからです。先軍政治は内外の反統一勢力の共和国押しつぶし策動を断固粉砕しています。今朝鮮人民は先軍政治が実践で絶大な力を発揮していることから、先軍政治がある限り、外部勢力のいかなる反統一策動も優に粉砕できると確信しています。先軍政治はまた、気高い祖国愛民族愛の政治です。先軍政治には、どんな試練の中でも民族の運命を決死の覚悟で守ろうとの熱い民族愛と、政治的見解、心境、所属と階層の差を超えて国の統一を望む人なら、誰でもおおらかに包み込む熱い同胞愛が宿っています。祖国愛民族愛の先軍政治に引きつけられた内外の各階層の朝鮮民族が、先軍政治を心から支持し、思想と制度の差を超えて国の統一目指す運動に奮起しています。先軍政治はまた、内外公選勢力の共和国をターゲットにした戦争挑発策動を粉砕し、平和と統一の前途を開いています。アメリカと南朝鮮傀儡公選勢力が共和国を押しつぶすため躍起になっても、それが実現できないのは先軍政治によってもたらされた共和国の強い戦争抑止力に恐れをなしたからです。共和国は内外公選勢力の軍事的挑発を戦軍の力で跳ね返して、平和と自主統一意義をしっかり裏付けています。これは戦軍政治がまさに自主統一意義の勝利の旗印であることを立証しています。朝鮮人民は敬愛する最高指導者金正恩元帥の導きのもと、国の統一を目指す民族を挙げての運動を力強く繰り広げるでしょう。自主統一の実現をしっかり裏付ける先軍政治。こう題してお話ししました。